ひと列王公藩主数点8年12月9日は、李氏朝鮮第十六大王、人祖の最初の性質、王妃。梁厚根富士、藩春賢と孔子の娘として生まれ、第十四大王、戦争の異教ななしんの一人であった。英将王君を擁立しようとして疑われ、流刑された。藩氏は、政治の恐ろしさに身を知り慎重に帰した。藩氏は十七歳の頃、 庭園君の長男、綾明くんと結婚し、新城夫人に作法され、証券制し、法輪大君ら4人の息子を設けた。綾明くんの弟、綾正くんが謀反で囚われた時、新城夫人は、宝飾品のすべてを手放し、質素な生活を送った。公開君15年、成人派のクーデターで、公開君が敗位され、綾明くんが、 人祖として即位、長年内助の功で導いた、新城夫人も同時に王妃となったが民心を得ることを忘れず、前王妃、劉氏を慕う女官らの気配りも怠らなかった。その中で、歴代王妃に仕え、前王妃を慕った女官、藩宝家の中誠心を、人志烈王公は称え三男、林平大君の養育を任せた。人祖十三年十二月、 きとしれ王公は42歳の高齢で見ごもったが、死産。彼女も公居した。死後、国葬に際して、新国では長文氏として、戸部小生、イングル大と三賛マフタを朝鮮に派遣し、本大時の皇帝即位も通報させた。これに拒否反応を示した朝鮮朝廷は、真の使節団を門前払いし、帰国の途についたイングル大が新都の絶好を、 強調した人祖の激文まで脱出する事件が起き、両国関係は破局に追い込まれた。この時の事件は、翌年に勃発した日の稲の乱の直接的なきっかけとなった。日の稲の乱が勃発すると、真の信仰を受け朝鮮は荒廃し、人祖をはじめ人志列王校の実施らが人質になる悲劇に見舞われた。ありがとうございます。